ヒロラは、哺乳甲牛木牛かヒロラ属に分類される、偶定類。本種のみで、ヒロラ属を構成する。別名ヒロラダマリスクス。ケニア東部、ソマリア南部体長160から200センチメートル。尾長30から40センチメートル。体高100から120センチメートル。体重80から100キログラム。全身は、短い体毛で覆われる。背面の毛衣は、 高褐色や単色褐色、覆面の毛衣は紅白色。尾の先端には白い体毛が相上に伸長する。目の周囲が白く左右の目の間には白い横縞が入るため眼鏡状に見える。各基部がアルファベットの V 字上に盛り上がる。角は外側から後方へ湾曲し、先端が髪型へ向かう細長い縦ごと形。角の先端に尾には 不死がない。最大拡張70センチメートル。化学小球子は4本。ササビーなどの足とする説もあるが、形態的差異が大きく根拠が不明。標高60から120メートルにある草や、有種植物の低木からなるサバンナに生息する。主に15から25頭からなる群れを形成し、生活するが、さらに大規模な群れを形成することもある。植生は、 植物食で主に草を食べる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は7ヶ月半と考えられている。1回に1頭の幼獣を産む。生息地では食用とされることもある。開発による生息地の破壊、食用の狩猟、家畜との競合及び感染症の伝播などにより生息数は減少している。同所的に分布し本種に適した。 開けた環境を提供していたアフリカゾウが乱獲により地域的に絶滅したことでも生息数が減少した。1982年のソマリアでの調査からソマリアの個体群はケニアへ移動したか絶滅したと考えられている。1993年における生息数は約2000頭。1995年における生息数は302頭。 1996年における生息数は385頭とされる。ありがとうございます。